人生に絶望する俺が開いたのは異世界への扉だった。見たこともない世界でどんどんレベルアップしていく俺、しかもそれが現実世界の体にも影響するなんて。ゆうやさん、王政学園に行きませんか？私なら付き合えるよ。ごめんなさい、いきなり巻き込んでしまって。こんな俺でも誰かの役に立ちたい。強くなりたいです。例えばこの世の全部は滅ぼせる、兄弟の魔法って最後はせないそうだろう。助けてやろう。やっぱり来てくれた。イフ、イフさん、あの笑顔を守るんだ。テレビアニメ「イセレベ」4月6日より放送開始。